ね、やっぱりほら切ったのに切れてなかったです、はい、ちょっと待ってください、はい、これで出てる、これで出てる、はい、これで出てるはずです、あ、はい、出ました出ました、はい、OK 出ました、はい、はい、YouTube の方にはこれで声が出てきます、はい、失礼いたしましたすいません、見えてるという方は見えてますよといった方で、 YouTube の方は今から見えてるといったコメント書いておいていただいたら嬉しいかなと、はい、Facebook の方は見えてるといった感じでね、いいね連打していただけたら嬉しいかなと思います、はい、これ Facebook の方はどちらでやってるんですか、Facebook は私と個人のところでやっておりますので、やっておりますので、まあ、どちらも今日は内容は一緒でございます、はい、見やすい方で見ていただけたらと思います、鍋将軍ご無沙汰しております、はい、ありがとうございます。さあ今日はタイトルにもあった通りでですね、ついに我々始動します、はい、再始動、はい、いろんなものがあの病気のおかげでリセットされてしまったんですが再始動、これ、はい、再始動、これ出るか出たこれ再始動、じゃじゃんというわけですね、百花繚乱、はい、いろいろずっとねやりましたが、はい、長いことやってましたが、あれはイベントでやってたわけです、はいね、でもそもそもなぜこれがスタートしたのかというと、うん、これ定期公演をするための準備やったわけです。そうですよね、最初半年まずやらせてくれって話から、ね、そうです、それはまずチャレンジで半年、要は半年やってほんまにお前ら客が入るんかというようなことをこう言われたので、なんとかお客さん入りますと信じてくださいと言ってスタートしたのが最初ですわね、まあ、もっと振り返ればお前らなんかやって客来んのかいってね、客集めてから来いって言われてもっと前があるんですけどだいぶ昔の話があるんですけど、まあ、まずそこまでの準備ができた、ね、12ヶ月間毎月イベントになっても毎月俺らは違うネタをするんだってで、はい、ネタも作った準備に準備を重ねて吉本と協議をして百花繚乱がスタートしたわけです、はい、でそれを6回やって7回やって、まあ、定期的にこうお正月とお盆だけとか、まあ、お正月ゴールデンウィークかな、はい、だけとかちょこちょこやって、やっと毎月1回です、まあとりあえず月1ですけど、毎月初芸だけが出るイベントというのがスタートすることができるようになりました、はい、もうほんとこれはね、もう皆さんのおかげでございます、ありがとうございます、ほんと見に来ていただいてるお客さんのおかげで、ありがとうございます。でしかもですね、当初、はい、ちょっとずつ情報小出しにはしてたんですけど、当初ザーザーポケットの狭いところでちっちゃいところでとりあえずって言ってたんですが、狭いっていうかね、ちょっと小箱からコツコツとやっていこうかなというお話だったんですよね、はい、だったんです。で、まあ、それはいろんな予算の兼ね合いとか、はい、抑えられる実情とかいろいろあったんですけど、はい、結果的に、はい、ザーザーハウスという、だまあ、以前にイベントしてた150人キャパとして150人入ってる、ね、比較的大きい、我々が最初に百花繚乱その1をやらせていただいた会場から、ね、しかもオンライン配信を毎回するということです。ですから見に来れない方でも必ずオンライン配信を買っていただきたいこれぜひ買っていただきたい、オンラインね、来れないやったらまずはオンラインを買うとか、来れるやったらライブとオンラインを買うみたいな、はい、その日の感動を家に帰っても見ていただくみたいなぐらいの、まずはね、要は何かというと、結局その我々初芸を見たいという人がこんだけ潜在お客さんというのなんていうのかな、いるということを吉本にやっぱ知ってもらうことがすごく大切なんですよ、はい、また行きますわじゃなくて、ここ集中なんですよ。このとりあえず1年間、はい、1年間で、まあ、3月ちょっといろいろあって遅れてはいるんですけど、まあ、3月から12月までまず毎月やります。そして、来年の1月には、NGK でとかね、あ、だから大きな箱で、大きい箱でこの総まとめみたいな感じでゲストも呼んで、ちょっとこう、はい、百花繚乱祭りみたいな感じでこうバーッとこう、ね、ちょっと長めのパーティーみたいな感じのしようと思ってますね。そのためには普段の定期公演に見に来ていただくお客さんがねいっぱいいないと次にも何もつながりませんので、何もつながりませんので、まずはこの第1回3月21日、はい、久しぶりのお客さんに緊張してる我々を見に来てください。確実にこのイベントの後は倒れてると思います。いや、これね、何でしょうね、やっぱね、お客さんの目の前でやらせていただくのって、はい、サナさん、後で恋マジックするんでぜひ見といてください。今サナさん見に来ていただいてるんで、はい、サナさん、ぜひ恋マジック、めっちゃ考えたんで、ぜひサナさんに見ていただきたい。ちょっとね、また会いに行かなきゃ、会いに行こうと思ってますんで、ちょっと逃げずにお待ちいただいて、ちょっとやりますんで、恋マジック、例の恋マジックしますんで、はい、お待ちいただいて、はい、すいません、はい、何の話でした、はい、
もう飛んじゃったよいやまあでも本当百花竜乱毎月毎月いろんな形で、はい、させていただく形になります。で、はい、ちょっと今までと大きく違うところは、はい、吉本興業の中には諸芸と呼ばれているのは手品だけではなく、はい、腹話術とか、チャンバラですね。カンカンカンでチャンバラトリオさんの弟子でチャンバラチャンネルさんって言うんですが、はい、あとはこうちょっと小道具でやるちょっとそういう分かりやすいコント芸みたいなことをする方、うん、小道具芸みたいなやつですね、はい、いやコントとはちょっと違うんですよね、うん、小道具芸っていうんですねとか、あと、大一番分かりやすいのは今までのね諸芸も出ていた大道芸系の、大道芸とか傘回しとかね、バランス芸とかね、いわゆるジャグリングなのか、はい、とかそういうのも含めて全部そういうのを諸芸と、はい、いう形で存在してタレントとしてはいるんですけど、はい、そのメンバー全員 でしかも全員、まあ、そこそこ人数いますんで、ABC というか3チームに分けまして、はい、要は3チームに分けて3ヶ月に1回交代で出るみたいな形で、はい、いう形でずっとだからとりあえず来年の12月までとは言ってますが、できるだけずっと継続的に、行いたいとは考えておりますので、ぜひとも見ていただいて、でしかもあの例えばホテルで働いてる方とか、はい、イベントで、ね、呼びたいという方はですね、ぜひオンラインのチケット買っていただいて、そのどういうタレントなのかなというのをそのイベントで見ていただいて、で、仕事をいただけたらいいかなと思います。私だけじゃなく他の面白い、すごい芸をする方ですね。だから、漫才みたいな、そういうのはこれ表現としてよく言われるんで私が思ってるわけじゃないですけど、漫才みたいな下品な芸いらん、笑いいらんねんみたいな、ね、ちょっとこうしっかりし芸が見たいねんという、そんなこと言う人いはるんですね。お客さんとしてはやっぱりその漫才はいいねんという方もいはるんですよ、うん、だけどちょっと面白いのが欲しいという方に、諸芸というのはすごく受け入れられやすいかなと思うんで、そういう方はぜひ見ていただいたりとか、まあそのイベントで呼ぼうかなと思ってるメンバーみんなで見ていただいてね、この人ちょっと呼びませんかみたいな形で、そういうこれはお互いっていうんですか、何ていうんですか、そのそういうちょっと呼ぶ前の事前でちょっとこう見てオンラインで見ていただいて、そして仕事の依頼をいただくという形をしていただけたらありがたいかなと思っておりますので、ぜひ、定期公演に、定期公演ですよ、定期公演、はい、もうすごいですよこれ、もう嬉しくてしゃあないですね、なりましたんで、はい、で一応ですね、ちょっと待ってくださいね、ちょっと、はい、よいしょ、でですね、一応、まあ、チラシがあるんですが、初回の3月は、はい、3月は、4組出ます。初回の3月は、私とあやちゃんは出るんでございますが、そう、あの伝説の男、小極祭古典賞が、俺も出るぜと言って、こう、ね、もう私に会うためにちょっと手品見せてやっていて、いつも私と手品を見るのが大好きな、本当に手品が好きだね、大先輩の方も今回チャレンジしていただける。そして、いつもね、ご協力いただいている、川上純二さんにも、出ていただけますので、川上純二さんはね、まあ、腹話術と手品を合わせたいうような形でございます、はい、チケットに関しては本日の10時から発売しておりますので、はい、YouTube の方は概要欄のところに、チケットの申し込み、オンラインに関してはね、まだちょっとギリギリにならないと、まだオンラインは、ね、発売されてないんですよ、はい、だけどあのチケット自体は、ファニーオンラインっていうところから購入できるんで、まあ、一応 URL は載せてありますので、はい、今ちょっとコメントの方でも投稿しました、はい、のでぜひチケット申し込みしていただけたらいいかなと思っております、思います、はい、もうチケット買いません、ね、もう自由席ですからいつものごとく早いもん勝ちですので、いわゆるチケット購入して、購入した順番から入っていただいて好きなところに座れると、でもまあ多分前から順番になるけどねではございますが、ぜひ見に来ていただけたらいいかなと思っております、思っております、ありがとうございます、はい、まあ、いわゆるこのファニーチケットっていうのが、はい、以前ずっと我々言ってたあのチケット吉本、そうですね、チケ吉の、まあ、名前が変わった名前が変わったんで、はい、もし、前回の百花繚乱第10回ですね、その10で、はい、オンラインとかで見ていただいたりしたとかではチケ吉で多分 ID 作って吉本 ID を作っていただいて、はい、ご覧いただいたりしたと思うんですけど、はい、基本的にこのファニーの方も、はい、同じとか引き継ぎで引き継ぎですんで、あの ID とかもそのまま使えるはずですので、はい、前回購入いただいたらそのまま同じ手続きで、で、ネットで買ってないよという方はあのファミリーマートで買えるチケットでございますね、ファミポート行っていただいて、ファミリーマートの入っているファミポートという、ね、機械があるんですけど、そこで、
ザザハウスで入れたら出るのかな、100回でご覧で出るのかな、まあ、まあ出ると思いますので、はい、まずはね会場を指定する形になるんですけど、あ、じゃあそうすると、まあ、吉本のね、はい、またあのサイト作りますが、ファニーチケットみたいなのを押して、はい、会場を押すんですけど、はい、そこにちゃんとザザハウスという、まあ、道頓堀ザザかな、まあ、ちゃんとザザの名前がありますの で、そこを押していただいて、まあ、あと日付が百花繚乱、百花ぐらい入れたら出るんですけど、そうですね、まあ、日付で入れるのは1個だけ言っていい、はい、私何度もミスしたんですけど、はい、百花で、まあ、日や通貨って入れるじゃないですか、はい、通は小さい通、小さい通、それはこれね思わず通入れて出ないんですよ、はい、なんでってことはちゃんと横のちっちゃい通いかないと出てこない、はい、我々のイベント出ないのでございますので、ぜひ見ていただけたらいいかなと思いますので、はい、本当に、やっとやっと復活でございますので、まあ、ちょっとね今オミクロンやデルタじゃないオミクロンやないかになってますが、あ、でもねそのためのオンラインでもあるわけですから、オンラインでございますが、まあ誰もいなくても私はやる予定ですんでその時はオンラインで皆さん見てね、もうマイクを入れて勝手にズームにつないで声が聞こえるでしょうかなと思うぐらい思うぐらいみんなのイシャーって応援がね聞きたいなんですね。あなた黄色い線上がるんですか？上がりますよ、キャーってみんなかすれてるような酒焼け会みたいな状態ではございますがね、いよいよな感じでございます。でもう一個、告知でございますが、はい、もう一個はですね、今週の土曜日にマジック何でも相談会で、ね、いつもマジックペディアカレッジといって私がやってるオンラインサロンというか、その手品専用の、はい、そういう勉強するオンライン教室があるんですが、その中で月2回ミニ講座、私のミニ講座プラス、はい、何でも質問していただける、手品しててちょっとした疑問ですよね、本当にハンカチ取ってきた時にパッとどうやって取ってるんですかとか、やるなんとなく皆さん大体ね、習いに行ってる方はそれは練習不足やねんっていうふうに片付けられてることは練習不足じゃないんです。やり方を間違ってるからできないってことがほとんどなんですね。でそのなんでできない、なんか繰り返してもできないものはそもそもやり方間違ってるので、そういうのを聞いていただくと一発でできるようになるというようなのが何でも相談会の趣旨というかございますから、ぜひあの聞いていただけたらいいかなと思うんでございますが、はい、その中の今度の29日の授業内容はこちらでございます。はい、はい、まあまああのお化けハンカチと呼ばれてるやつですね。はい、ちょっと前にあのインビジブルゴーストという形でまた復活したのもあるんですが、少しあの教室クラスの方で話題になりまして、はい、ちょっとこれの練習を、練習とかどういうふうに練習したらいいのかとか、意外にハンカチが畳みにくいとかそういうのがございますので、その畳み方などを合わせて説明していきたいと思います。はい、別にあの本当にね、何人かね参加されて、私全然手品してないからそんなマニアックな話関係ないですから、皆さんね10年やってたらすぐ思ってるでしょ、10年やってはね1年しかやってなくてもね変わらないですから、みんなねびっくりする以上に見え張ってるだけで全然手品知らないですから、はい、だからあのご安心して、あの逆に素人で1年目やっていうのを利用してどんどんあのびっくりするぐらい失礼と思うような質問していただいて結構ですから、はい、それを皆さん、あ、俺知らんかったと思いながらみんな聞いてますんで、みんなに聞いて、あ、そうなんやって、もう知ってるかもしれない、知ってるふり、知ったかぶりをみんなしますけど絶対知らないことが多いですから、大丈夫大丈夫、私もたまにあるから、はい、ありますんで、だから、はい、お化けをねこうやって入れるとね、お化けがこうハンカチの中にこう捕まって、うっと、お化けがこうで、おー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 ゆっくりやるとこんな感じなんですね。おお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 、でこのままやると何もいませんみたいな流れなんですが、はい、それのまあコツといろんなものを説明させていただく予定にしておりますので、はい、ぜひ参加して、これはこれも概要欄ですね、 YouTube 社概要欄のところに、マジック何でも相談会とかマジックペディアストアかなんかの方に行っていただいた、まだ出てないか、まだ出てないですね、今日の夜ぐらいに作りますので、はい、また申し込みしていただいたらいいかなと思います。はい、さあそれではお時間でございます。よいしょ、あれ変わった、変わらないね、でててててて、あれ出ない、出た、はい、よいしょと変わりました、これだったかな、はい、さあ、せっかくでございますので、ね、記念しまして今日はちょっと手品も多めということでいきたいと思いますので、はい、今日は先ほども言ってましたが、もうねここ最近私のフェイスブックとかあれインスタとか見てたら知ってるかもしれませんが、こうコインのマジックね最近流行ってるんですがコインのマジックと、あやちゃんは今日トランプするんですか、多分はい、マジックですか。じゃあ一応ね今コメントで募集します、私のコインマジックが先みたいか、あやちゃんの
カードマジックが見たいかということ。先やってくださいよ。やらないです。だからコメントで見たい、先見たい方。どっちもやりますからね。どっちもやりますから。先見たい方ごめん。正解。なお前が書くんか。お前が書くんか。やっぱね、そのやり取りみたいな。あやさんこんばんは、ありがとうございます。ぜひあの Facebook の方もぜひコメントしていただいたらコメント見てますんでね。はい、お願いします。見えてるのかな。はい。山崎ママからはコインときました。さあ、Facebook の方はどちらでございますか。はい、ヨン様、あ、皆さんお久しぶりです。ヨン様、稲様がヨン様言うたらあかん。稲様、ヨン様、などういうこと。いやヨン様ここしないで、これすればいいんじゃないの。マフラー、え、手違う、私これ手間違ってる。いや、手違う、やっぱほら、資格優位じゃないから、いっぱい間違え、いっぱい間違ってます。怒られるわ、ファンに、ファンの方に。さあ、どっちがいいですか、コインと。コインの方が多いよ。嘘や、コイン2つ、嘘や、ほら2対1。嘘や、サナさん見てくれてるの。いや、見てないと思う。僕はあやさんのカードさばきです。いやし、カードが先。カードが先で、いや、もう一回言うて、2-1やって。え、多数決やって。いやいや、もうちょっと待って、あやちゃんから。あやちゃんで、皆さん、ちょっとじゃあ私あの裏垢で行ってここで行くから。いや、ちゃんと書いてください。もうちょっとだけ待ちます。皆さん結構見てるでしょ。はい、見たい見たい、私から見たい、私の手順先見たい。私濃いんですか。だってヨン様だってこうあなたですよ、これ。じゃあ違う、これはヨソ様ですから。ヨソ様ですから、これは違う人。ヨソ様、これ僕じゃないはずですから。ヨソ様です。ヨソ様なんです。ヨソ様どこの国の人ですか。ヨソ様はそうですね、あ、今北の方って言いそうになったちょっとシャレにならなくなるからやめとこう。、はい、北の方はでございますね。で、あやちゃんはカードですね。はい、どちらが見たいかをコメントしてください。コメント待ってて、コメントが、さあ、と全然皆さんね書いてくれないですよね。今日何人ですか。10人ぐらいです。目黒さん、どうもご無沙汰してます。目黒さん、百花繚乱が定期公演、はい、タッキーの声。あ、ということで私が先ですか。ですよ、わかりました。じゃあ私が先ということでございますね。じゃあいきます。あた、俺、私からするのいいけど、はい、あの心はそっちのけで見るやろ。それあかんで。あなた一応私やってる時お客さんやからね。私やってる時はもう私あなたのお客さんですけど、次何せなあかんやろとかめっちゃ考えてたらあかんよ。今ここでめっちゃ練習してるね。人が手品をしてる時に練習をしない、それはダメです。それはダメです。ダメです。ちゃんとお客さんしなさい。はいはい、というわけで、こうまず。こんな感じで、はい、という形でこうちょっと向こうで離れた方が見やすいんですけど、で一応こうこれね、レプリカのコインです。ちょっと一応あやちゃんに触っていただいて、そこからスタートしますので、はい、じゃあ触って、ちょっと立ち切りでやるぐらいがね、はい、ちょっとフラッシュとかあの光って見えにくいかもしれませんが、はい、いい感じで、あなたのうるさい顔がこう切れるじゃないですか。そう私の顔が切れてしまうんですね。悲しいかな。さあ、3枚のコインを、3枚のコインいいですか。3枚、1、2、3枚、いいですか。3枚光ってるけど、まあ3枚ですね。まあまあ光ってるけど3枚見えますね、はい、でこのままこの3枚のコインをどうするか、うん、どうするか、どうなるんだ、これはどうなるんだ、ちょっと待ってください、珍しいこうだ、これで考えたところだからね、考えたところだから許してね、まだね。さあ、じゃあ3枚のコインを今からね、こう移動させ、3枚だけ使って、ね、移動させていきますね。3枚、こちらまだですね、このまま振るだけ、振ってるとですね、これだけで綺麗に、おっ、あ、移動してきた、出てはっ、移動してきた、見える、影でこう見える、はっとこう移動してきた、ほっ、ね、しっかりコインが移動してくるんですね、このままで OK、うん、ほっ、2枚のコイン見えてます。2枚ね。で、こっち、これ持って、このまた振るだけ。まだね、こうやって振るだけ。ほら、移動してきた。ほら、移動してきた。ゆって振る。ほら、移動してきた。しっかり移動してきた。さあ、ここから今度は、ちょっと待ってくださいよ。おお、落とした。ほい、へい。大丈夫、あの、何もして私ちゃんと証明します。はい、このままね、はい、これ偶然ね、はい、でこの3枚目は飛んでいくとこ見せますからね。いいですよ、3枚目飛んでいくとこ見せますね。いいですよ、飛んでいくとこ、いや、飛んでた。いや、渡してる、これダメ、うん、そういうことをよく言われるんですね。冗談はよしこさんみたいなね、古い感じ、古いは昭和やで、はい、やりますんで、今度じゃあこうしっかりね、このまま1枚だけしっかり渡すからね、このままで
わーんつって振るだけ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 でこうやって振るペッと俺消えたほら移動してきたほらほら綺麗に移動してきたいいのさっていいですよという感じのね3枚のコインが移動してくる手品でございました。で1枚1枚減らすんです、はい、1枚減らすんです、はい、1枚減らすんです、はい、まだ続きあるよ1枚減らすんです1枚減らすんです、はいはい、さあ1枚減らして2枚にしました2枚減らしましたさあ1枚2枚いいですか1枚2枚のコインをきれいにこのまましっかりよいしょってこう取るんですね、うんうん、で取ってしまってこのままコインですねよく見てくださいおまじないかけてでやるとこれだけで、うん、こうやって移動してきてしまうどうですかおお移動してきた、うん、いい感じで移動してきましたさあラスト1枚ラスト1枚さあラスト1枚をこのまま握って綺麗に消えてしまう消えたコインをまたこうやってやるとピッとこう戻ってくるねさあさらにもう一度いきましょうこのままワンツースリーフォー綺麗消えたおおパッパここの下からうおーって戻ってくるというような感じのコインマジックでございますいかがでしょうかいかがでしょうか特にポイント、はい、もいただいたいかがいた皆さん、ね、今見た人はできるだけコメントを書いてくださいあまりあのマイナスのコメントはいらないんですが3枚目気持ち悪いありがたいですね嬉しい褒め言葉ですね気持ち悪い嬉しいですね気持ち悪いね褒め言葉なのに不思議気持ち悪い、うんね、褒め言葉なのに YouTube さんからは NG ワードになってましたあそうなの今だからあのマイナスイメージの言葉になるんで今ね私は表示にしましたけどちょっと前まであのこれはどうしますかみたいな感じでこのコメントをどうしますかみたいな感じであなるほどねあるんですあのねやはり URL 書いたらスパム扱いになるんですよ、はい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 、あるんですコメントしねはいでございますがいい感じですねいかがでしたか皆さんすごいありがとうございますまたねイベント復活させていきたいと思うんでね、はい、今はい、またねこう百花繚乱のね、はい、チラシとかチケットのお願いとかね、はい、いろいろ行くと思うんですけど、はい、もうその時に言ったら多分やりたくて仕方ないはい、これ考えたとこなんでもう全然しますんでねぜひはいあの新しいやる、まあ、最近よく挙げてるあの見せ方アップデートってやつですねはい、はい、長年やってた手順が大きく変わっていい感じもう私ご機嫌っていうかねいう感じでございますのでいかがでしたかね、はい、あとはこうやっぱ手品ってやっぱ、はい、お客様に見せてなんぼのとこあるじゃないですか、はいはいはい、っていうかその、うん、まあ100回の練習より1回の実践じゃ本番じゃないですけど、うんうん、実際にね生でお客様にお見せして、はい、でそのまあこういうオンラインもそうですけどそうそうです、ね、お客様の反応でやっぱこうまただんだんあそう いけてるのかなどうなのやっぱ半分ぐらいは想像でいけるかなと思ってるだけなんでやっぱ見て実際のあこれはちゃんと不思議になってるなだからこう、ね、自分が失敗して、うん、例えば間が悪くなったのに、うん、あれいつもより受けるってあれこっちの間の方がいいのかなとか、ね、ああいうねそういうトラブルで気づくこともありますのでね、ぜひまた、我々が中野出たりしたら、ね、何かチケットを買っていただいたらすぐリクエストした手出しますので、はい、チケット買っていただいたらすぐ手出しますので、ね、ぜひチケットを買ってくださいお願いいたします、はい、さあ私の出番終わりましたんで今度はあやちゃんの番です皆さんイエーイあやちゃん珍しくさ、さあはい汗かいてる気がするわかりますですね、今日はこの部屋すごい暖房が入ってますんで、ね、めちゃくちゃ暑いんでねちょっとね、気温を下げておきますここの事務所に来たことある人は分かるんですけどねこの部屋めっちゃ暑いんですよこの部屋めっちゃ暑いんで、ね、エアコンかけてるんですよさあ、あいちゃんどっちがいいですかズームがいいですかどっちがいいですかこっちがいいですかどっちにしましょうはい、言っていただいてどっちがいいかなどっちがいいですか私の顔見えへんねほいあれこれ消えない消えないねよいしょあれちょっと待ってくださいねよいしょ広告画像消しましょうほいほいまあ、でも多分アップでいいんじゃないかな、はい、アップこれでいいですかこれでいいと思います、はい、じゃああやちゃん真ん中来ていただいたら顔映りますんではいはい、はい、私後ろで顔映ってますんで遠近感おかしいんですよほらあなた後ろなのよほらサイズ感そんな変わんなくないですかはい、映っておきますんではい、はい、じゃああやちゃんのマジックですイエーイイエーイ、はい、じゃあね今日ははいいきなり順番違ったわなんてございますかいやなんてですかいえいえいいですかはい、はいね、さっき練習したら順番逆になっちゃったよ、はい、じゃあこのようにね今日は、はい、ダイヤのカード、はい、4枚ほど映ってるかなこっちかさあちょっと手前に引いていただいて、はい、使っていきたいと思いますはいお願いします、はい、というわけで
今見た皆さんちゃんとこのカード、はい、覚えはりましたかというね、でもまあちゃんとそこまで見てなかった方いると思うんで、はい、順番をしっかりと覚えておいてください、ちゃんと真ん中に座っていただいて、はい、どこやこっち、はい、はい、それで完璧、はい、じゃあ今一番上にあるのはこれダイヤの4、そうダイヤの4、はい、でこれをね裏向けにした下に入れていきます、はい、ダイヤの4、はい、ダイヤの3、ダイヤの3、はい、そしてダイヤの2、ダイヤの2、はい、そしてエイソブ、エイソブ、ダイヤ全部綺麗に言ってくださいよ、出なかった、エイソブまでしか出なかった、そうやね、今ダイヤ止まって、ダイヤモンドなんかダイヤなんか多分ね迷ったと思うんですけど、それ何の記号やったっけって英語で分からんようになってちょっと一緒やかなってツッコミを自分の中で自分の中でツッコミをしながらでもダイヤが出てくる、はい、エイスオブダイヤモンド、オッケー、はい、ね、はい、はい、中に入れて、はい、はい、おきます、じゃあね、まあ、こんなこと話してると皆さん忘れてるかもしれないですけど、はい、さあ今最初にお見せしたやつ何でしたか、はい、4だね、ダイヤの 4、はい、ダイヤの4、そして3、ダイヤの 3、2、ダイヤの 1、はい、4、3、2、1とね、こちらのもうちょっとこっち寄った方がいいかな、ちょっとこっちか、こっちこれぐらいで、はい、はい、これぐらいでちょうどいい、はい、さ、はい、さてこちらダイヤの1なんですけれども、うんうん、この残ったデックというのは実はこれエレベーター、おエレベーターなんです、ほうほう、ですからこのように、うん、ダイヤの1を、うん、エレベーターの下に置いてやり、上がれ上がれとおまじないをかけてやる、うん、そうするとこちらが、一番上に上がってくるというね、おすごい上がってきた、上がってきた、でもエレベーターは、うん、上がるだけですか、止まる、いやいや止まる、確かに止まるんだけど、上がるんじゃなくて落ちる、おっダメだ、事件起きてる、事件起きてるから、あ、下がる、ね、下がる、だから今度はこちらダイヤの2、うん、このダイヤの2もね上に向いて下がれ下がれとするとこのように、ワイヤーを切ると下に落ちる、やめなさいね、あの死体が乗っててこう思った以上にね重量とかないけどミステリーじゃないんです、もう散らかってるわ会話がもう落ちる、落ちる、はい、下に降りる、降りた、さてこれ3ね、うん、でまあ途中から乗ることもできるわけです、なるほど、でねダイヤの3もこのように中に入ってやって、うんうん、上がれとおまじないかけると、うん、このように上に上がってくると、上がってきた、上がってくる、お、じゃあこちら何でした、ダイヤの4、ダイヤの4、うん、でダイヤの4もこのように中に入れます、うんうん、でもね多分ねそろそろ見てる人が、うん、怪しいとこれほんまに、うん、だね違うも入れてるんちゃうかすり替えたやろお前と思ってると思うんでお見せしますが、こちら確かにダイヤの4、うん、中入れてしまいます、うん、ですがこちらのダイヤの4もおまじないをかけるとほんとねこのように、はい、お途中、途中停止、いや途中このように出てきてしまうと、ところで、うん、何か今日これでね思うこと、これはねお客様ではなくて竹さんに聞きたい、うん、何かこれ思うとこないですか、何か思うとこですか、はい、1234ですか、1234思うことないですか、今日の日付は違う、ね、違います、これね、うん、ダイヤのんですけど、うん、こちら、うん、合ってる、合ってるとか聞いてるけど合ってないですけど、合ってないで、こっちか、あ、いや、そうですね、はい、はいはい、こちらのねダイヤの4ですけど、はい、こちらのダイヤの4とすると、はいはい、あら、お特選百花繚乱というわけで、百花繚乱3月21日百花繚乱でございます、こっちか素晴らしい、思いもしなかったわ、いや、そう思いもしなかったわ、逆ワンツースリーってやつですね、逆ワンツースリー、裏ワンツースリーです、さあ今ワンツースリーですね、こういう手品さしたらあやちゃんね天下一品ですね私こういう人にこびるのできないんですね、おちゃちゃちゃ、まあまあまあね、全然浮かばないですから人をおだてるってしたことないんでね、いやいや、おだてるんじゃないよ、宣伝なんて自分のやつなんだからおだててないよ、おだてられたんじゃないんですか、おだてられたんじゃない、私おだてられたんじゃないんですか、うん、そうなんですか、うん、いかがでした、皆さんコメントどうですか、素敵って、俺稲さんから素敵って来てますよ、ありがとうございます、というわけでね、はい、特選、はい、百花繚乱、今回の百花繚乱は特選ってね、はい、そうです、特選というのが頭ですよ、だから要は普段の百花繚乱のメンバーから特別 選抜みたいな形で何名かに毎回出てもらうという形で、はい、そうなんです、先ほども言いましたけど、はい、まあ3組ぐらいに分けて3チームに分け、3チームですね、分けて大体3組ずつ、3ヶ月に1回交代ぐらいでその ABC というチームがね交代してやりますので、ここねいいチーム名あったらあのコメントください、はい、でそんな感じでやって、はい、まあ、目指せナンバーグランド歌
3ヶ月じゃないですけど、あそこでやるときにはその ABC 全部集まって、全部のお客さん集めて、なんとか800人とかね、行くぐらい、なんとかみんなでお客さん集めようっていうのも、今回はもう趣旨でありますので、はい、ぜひ皆さんで、だからお正月はみんなでワイワイと、はい、だからあのジャニーズのカウントダウンコンサートで全部集まるんだイエーイみたいな、ね、あ、そう、そんな感じで、そんなのりで、ぜひ皆さんも本当見に来ていただきたいな。もうわちゃわちゃ集まるとね、はい、それはそれで楽しいですし、一応あの百花繚乱はですね、私もあんま気づいてなかったんですけど、私 の、 あの総合演出になってますよね、よう考えたら。いや、そうそうなんです、まあ、そう言われたらそうですよね。私があの演目に対して結構口出すんで、口出す、それ見たいなってポソポソ言うんで、そうすると、みたいな、そんな見たいんですかみたいなのを、僕が見たいのをやってもらうというのもあるんで、そういう意味では普段その人からしたらメインじゃないネタかもしれないけど、僕が好きなネタをね、意識的にやってもらったりもして、チャレンジしてくれたりもするのでね、それも楽しみにしていただけたらいいかなと思います。さあ、いかがでしたでしょう、はい、さあ最後にまたあやちゃんと私とどっちのが見たいかとかね、コメント書いておいてください。はい、じゃあその間にちょっと、はい、まあ、今日はね百花繚乱スペシャルということで、はい、本来だったら番組冒頭でちょっと言いたかったことを、はい、今このタイミングで出させていただくんですけど、はい、先週の我々じゃないですけど、はい、土曜日、金曜日か、金曜日ですね、金曜日ですね、はい、金曜日に、はい、奈良県のね、はい、トミオ、トミオ、トミオ、え、ロミオとジュリア、ロミオ、トミオ、トミオ、置き方がわからない、トミオ駅から降りてすぐすぐになるね、鉄板キッチンコナさんで、はい、初めてそこの店では初めてテーブルマジックショー、はい、マジックのイベントやらせていただきました、はい、ありがとうございます。とても美味しい。オーナーさんがね、やっぱりこのご時世でお客さんも、はい、まあいろいろ減ってきてるというか、そのなんだろう、やっぱ皆さん窮屈な思いは正直してるじゃないですか、うんうん、我慢とか で、 そ, うです、ね、でそれの中やっぱ少しでも、まあ、美味しい料理とエンタメ、そうですね、で自分のお客さんにやっぱりそのやっぱり食べに来てても楽しい話題がないというのはおかしな言い方ですけど、やっぱりそのね、その膨らまないのが、まあ、そういう手品があれば、それをきっかけにお店の中でお客さん同士がそのこの間面白かったですよねというか、ちょっと明るい話題をお店の中でしてくれるというのをやっぱ喜んでもらえるんじゃないかな、ね、やっぱエンタメは笑顔にするってね、お姉さんも言ってはったし、はい、まあ、食もエンタメですからね、やっぱ美味しい料理は、はいはい、そういうの趣旨でね、この1月か1月にお声掛けいただいて、はい、でまあ、早速ちょっと実現させていただいて、そうですね、また定期的に行く機会はありますので、はい、またあのイベントありましたら告知させていただきますので、はい、そしてね、はい、先週さらって言ったのに、まあ、実際にね、はい、来ていただいたお客様もいらっしゃって、はい、本当にありがとうございました。楽しかったです、ね、書いていただいてます、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、という感じで、先ほどね、どっちの手品が見たいって言ってるのに誰もコメントしてくれないんで、見たくないんだっていう、ね、感じ、我々のラインダンスが見たいかもしれないですよ足上がる上がらないですよというね、感じでございますが、川島さんも、川島さん、柏木さんも、はい、恋のマジック、ありがとう、ありがとうございます、はい、すみません、あのあれからバリエーションが増えましたんで、あのまだ多分何でもそんな感じでね、説明するふわっとやると思うんですけど、っていうかね、はい、おだてられると絶対見せたり言いたくなるタイプ、はい、黙ってる人には何もしないっていうこういうスタンスなんで、あの皆さん素直に見たいという、いやでもね、あのいや見せたいんですよ、でもね、やっぱ言わずにね、やるとか変な人になるから、そうだから俺からはやらない、ね、でも言われたらもうやりたいし、そうそうそう、楽しんでほしいからホイホイやるよね、そうホイホイやるんですけど、見たいというお互いの素直な気持ち、やりたいっていう気持ちと見たいっていう気持ちをこう合わすために、意識的に自分からはできるだけやらないようにしてるだけでね、二人とも見たいとかそんな贅沢を言わないのどっちかが見れるというね、さあどっちかって言いながら、まあ私やったらコインだな、またな、そうだね、さあさっきお見せしたのは多分ね、ここ最近考えたところのコインなんですよ。で少し前に、インスタ、 YouTubeツイッター上げてないか、インスタ、フェイスブックなんかに上げたコインは今からやるやつ、どっちも同じように見えてちょっと違う、うん、ちょっと違う、バージョンアップした、さっきの、だからさっきお見せした方がなんだろうな、ここぞという時にやる感じ、うん、で今からお見せするのはナチュラルに、普段からこうちょっと言われたらスッスッと、こう普段からよく一番よくやるであろうという手順で、だからそのショーでパチッと見せるときに使う手順と、うん、ラフなときにする手順みたいな、そういう違いで見ていただけたらいいかなと思います、はい、
あ、ヒデさんどうもこんばんは。遅くなってしまいます。ほんまですね。で、まあ、あのコメントありがとうございます。多分飲んではったんやと思いますよ。すね、さあ、使うものは1枚、2枚、3枚のコインで、しかも、まあ、これはまあ外国のコインを使っておりますが、実際は500円玉とかで、その場で同じサイズのコインを3枚借りて、そこから始めるというのが、この今からやる手順のいいところですね。まず1枚ずつ手に入れていきます。1枚、2枚ですね。で、最後これで何枚ですか？これで3枚のコインを入れてしまいます。3枚の、まだこちらにはコイン何もありません。ないですね。このままおまじない。ワン、ツー、イッ！だとこれだけでフッて移動してくるんですね。生まれてきた。でててて、移動してきました。素晴らしい。移動してくるんですね。こんな感じです。ん？音が。こんな感じですね。いい感じです。でまた同じように1枚、2枚、このままコイン入れてしまいますね。そしてこちら1枚のコインです。なんかこの時点で移動してると言われますが、これまだ1枚しかないですかね。1枚しかないですかね。1枚しかない。1枚しかないですかね。さあ、この時点で1枚しかない状態で、ワーン、ツッとするとこはちゃんとね、2枚にこう、なるわけですね。さあ、1枚のコインですか。1枚のコインしっかり握っておきます。このままですね、握っておきます。さあ、こちらは2枚ですね。まだちゃんとあの2枚しかないですからね。2枚しか持ってないですからね。2枚しか持ってない状態でこのままワン、ツー、スリー。これですね。ペッてやると、こうやってきれいに、よっしゃくるという感じですね。どうでございますか。そうですよ。こんな感じのコインですね。これだと、まあまあ、なんでしょうね。喋りながら繰り返しできて、ちょっとこう、何作見せてくださいみたいな流れで、やりやすい手順かなという。流れではありますので、まあぜひちょっとね、まあこれ覚えたいという方はあのウサギクラスにも入っていただいたら、多分あのマジックペディア関係とウサギクラスに入っていただいたら、多分解説を出すであろうと。何ですか？いや無理やって。いやこれね、いやいややりたいと思った人の手放くじかもしれないけど、難しいんじゃないの？やればできる。いや私無理。私100万積まれても練習するってよう言わんで、そこまで難しい。まあ私はね。まあ、手のサイズとかいろいろね。手のサイズは関係ないですよ。いや、不器用だもん。関係ないですよ。手のサイズは関係ないですかね。練習しようという気持ちがあるかと思いますね。という感じでございますね。いかがですか今のね。はい。面白かったらなんかね、いいコメント。いいコメントが面白いです。素晴らしいですね。とか書いていただいてね。ぜひともね、このよかったらそこのとこからあの自分の記事にリンクでも貼って、このコインの手順はぜひ見てくださいとか、ね、まあ、そんな全然していただいていいんですよ、皆さん。全然この YouTube とか Facebook もそうですけどね、リンクもシェアもしてもらえない。ここぜひ見てほしいとかで、ね、書いといていただいてもいいんですよ、なんかね、そんなね、いう感じでございます。はい、というわけで、今日はまあね、本当ね、もっと、まあ、喋りたいことはこれですから、はい、百花竜蘭定期公演が決定。まずは3月21日。ね、一応次は、4月21日というのが一応決まって、4月24日、はい、ゴールデンウィークの一発目ですね、まあ、決まっておりますので、4月24、5月8、この3個決まってます。はい、これと、はい、まだ5月8はできてないんであれですけどね。うん、はい、だからさっき言ってるこの次、あ、これ真ん中消えます一回、はい、消えますか、はい、よいしょ、はい、さっきお見せした3月21日にやるやつ、はい、我々の出るやつですね、はい、まあ、これがだから、まあ、例えばチーム A の公演になります、はい、でチーム B の公演になると、4月24日はチーム B の公演になります、メインはビコーン、そしてバターハリーガチャガチャ、そして MC であやちゃんが出る。そうですね、私は本当に MC なんで、はいはい、まあ、でも何かすると思います、多分あやちゃんのことですから、はい、何しよう。いればお忘れの方をやるんじゃないですか。何でしょう、私分かった、あの私頑張ってコーンガコガコやって、あ、人の芸を、あ、ひどかったんだよ、人の芸をパクるっていうのはもう最低ですから絶対やめてください。いや、私がダメで、その後じゃあ本物の芸を見ていただいて。いやいや、ダメですそんなでいらないです。はい、という感じでね、でチーム C はまた別のね、チーム C はくるくるコミコンペティーズ、くるくるコミック、誰だったかな、タスクさんが、まあ、まあ何人か、これも、はい、まあ、入れ替わる感じは、はい、これもメンバーも入れ替わりますから、あの全員同じじゃないので、ね、はい、何かは入れ替わりますので、多分、今度6月にやるであろう百花竜蘭、まあ、私とあやちゃんは基本的にその A チームでは必ず出るようにはしてますので、他はまたね別のマジックの方が出るんじゃないのかな と思っております。はい、あの本当にあの見てください、応援してあげてください。見るということがいろんな形でこうつながるし、最終的にはねこの定期公演ね、私なんかちょっともういいや、これね、定期公演のこの会場に、
ゲストも入れたりとか、うん、逆にその若手アマチュアのコーナーとかも入れようと思ってるんで、先々はね。そうです。なぜかというとやっぱりどんだけ趣味でやってすごい舞台に立ってると言ってもやっぱりね、プロがスイッチャーしながらそのライティングがある舞台でするっていうのはちゃいますから。でそれをやっぱ知ったら、あ、やっぱりそういう舞台ってすごく楽しいって思ってもらって、僕らという次の世代が来るかもしれないじゃないですか、うんうんうん、ね、趣味でバーってやってて自分らで好き勝手やって、その見てもらうことが前提じゃない。だから芸能技術を学まずに趣味技術のままで終わってしまうというのはやっぱりもったいないと思うので、うん、ぜひともね、芸能技術の師になってもらうという、増やしたいというそういう目的もありますので、はい、だからそれのためにもこの定期公演が続くという状況、ね、うん、でオンライン配信を、ね、来れない方とか、あとはね、そのオンライン配信を見てこの人をちょっと仕事で呼びたいなという形のご依頼も全然受けておりますので、はい、あの吉本 の、 あの電話先が分からへんって言ったら私に連絡していただいたら担当のマネージャーにちゃんとつなぎますから、はいはい、あの漫才師と違いますからそんな高くないです言っちゃった、はい、なぜかって漫才師はかける2やからね、我々一人や。いや待って待って、結構かける2ですよ次回の公演。え、元が考えてる。あ、違う。あ、違う。そんなことないです。そんなことないですけど。まあまあ、でも、そんな、持つ時間が違いますから。まあまあまあね。はい。あの、漫才師はやっぱ10分以上あまりさせない。仕事というか、僕らはやっぱ20分とか30分とか、普通に一組でね、いけるんで、一組で十分楽しんでいただけると思いますので、ぜひお声掛けください。はい。というわけで、今日はこんな感じでございますが。あとなんかね、これお伝えすることありますかね。なんか特に質問ありますか？なんかありましたら、はい、最後。皆さんからの質問聞いて、まあ、一応ね3月21日だから特選百花繚乱としてその1になります。はい、会場が1時45分、はい、で開演が2時、2時でだからお昼まあ1時間弱1時間弱ぐらいで終わりますので、はい、どうぞ お昼食べて、あ、キノピどうもありがとうございます、昨日は、はい、昨日はお世話になりましたはい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 、先ほどコインやってたんで後で巻き戻して見といてください。あコイン2種類やってます。例のコイン2種類やって、あ、2パターンやってますんでまた戻して見といてください、はい、でぜひあのコメント面白いとか何か書いてください、はい、そうなるとやる気出るんで何ですか。あ、まあそれ、ね、で2時スタートですから、お昼食べてから来ていただいてもいいし、お昼食べてから来ていただいてこれを見た後、まあ見た後にちょっと 早飲み3時4時ぐらいからね、いやいや3時4時ぐらいだもう飲んで、それで空いてますからね、空いてで6時ぐらいに帰るって言っても、ね、まあ今時であればありえると思うんで、うん、まあそういうちょうどいい時間を設定したつもりです。で日曜日とか大体はこれはちょっと祝日ですけど、あの普段は日曜日の昼間の予定にしてますから、ね、まあ、ちょっと祝日でね、家族皆さんとかお友達連れてぜひ一人でなくたくさんで見に来ていただけたらいいかなと考えております、はい、考えております。というわけで今日の配信はこんな感じですけどよろしいでしょうか。はい、忘れ物ないですか。忘れ物は多分ないはずです。大丈夫ですかね。はい、はい、じゃあ最後の久しぶりエンディングいきましょう。さあというわけで今日の配信はここまで、はい、また皆さん応援よろしく。音止まったよ音止まってなんでやねん。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございました。バイバイ。チャンネル登録高評価をお願いします。また動画上げるから登録しといてね。百花繚乱見に来てください。待ってます。待ってます。上さんもまたお店でお待ちしてます。ありがとうございました。ありがとうございました。